定番ブランドの定番アイテムなんだけど、ちょっとだけ違う。これ1枚で今時感が出せるんです。デニムが新鮮な着こなしになるんですよね。町山さん、例のもの揃ってます？おすすめのシャツですよね。ここにずらっと揃えてみました。だいぶありますね。シャツってそれこそオンオフに着るメンズファッションのベースになるワードロープだと思うんですよ。今回はカジュアルに1枚で着て即様になるタイプを集めてみました。休日に着ておしゃれに見えるシャツってことですね。そう、だからあくまでゆるく合わせてほしいので、裾はパンツにタックインせずに出して着られる着丈の短いタイプを揃えています。早速一つ一つ紹介しますね。はい、まずはポロラルフローレンの BD デニムシャツですね。そう、これ前のデニムコーデの動画でも解説しましたけど、まず大人はスタンダードなものをチョイスするのがいいと思うんですよ。王道のチョイスがその人の安心感につながるっていうんですかね。で、これはそんな定番ですけど、デニムシャツっていうところがいいかなと。デニムシャツってもともとカジュアルなアイテムですよね。でも BD だと程よく品もあってちょっと意外性がある。定番ブランドの定番アイテムなんだけどちょっとだけ違う。この塩梅が大人にぴったりなんです。なるほど、確かにド定番すぎるとつまらないですもんね。そうそう、安心感8、遊び2みたいなバランスが大人はおしゃれだと思います。あとベーシックなシャツで言うと白いオックスフォードの BD シャツですよね。これもメンズファッションの超定番的なアイテムなんで、少し遊びが欲しいところで、おすすめがギローバー×フォルテラの白いオックスフォードシャツですね。このシャツもシンプルですけど、なんかいい感じですよね。なんかいい感じですよね。ギローバーとワークやヴィンテージに強いフォルテラがコラボしたラインのものなんですが、これ見てください。生地からして肉厚だし、ごわっと荒々しくて男っぽいですよね。裾もラウンドになっていてヴィンテージ感があるし、襟もちょっと高めの設定。普通のオックスフォードの白シャツとやっぱり違うんですよ。背中にはフォルテラのアイコンであるステッチが効いていて、ここにも遊び心がある。定番感のあるデニシャツ、白シャツと来たら次は何？もうちょっとトレンド感を出したいっていう人には、今だったらこんなミリタリーシャツがおすすめ。めちゃくちゃ味気ですね。そうなんですよ、レミレリーフのものなんですけど、岡山の自社工場で染色からエイジング加工までやっているこだわりのブランドだけあって、リアルに着込んだ風合いが魅力ですよね。古着っぽいけどやっぱりこれも普通の古着と違いますよね。そう、肩が落ちるような今時のデザインになっていたり、ここを見てください。サイドにポケットがついていたり、機能的。ただ古着にあるようなミリタリーシャツを再現したってことでもない。これ1枚で今時感が出せるんですよ。あともう1枚はどんなんですか？もう1枚も簡単に今時感が出せるものをおすすめしたいなと。同じレミレリーフのスタンドカラーリネンシャツです。あ、これはなんか見幅ゆったりですね。そう、大ぶりのシルエット、難しいかなと思いがちですけど、黒だとすんなりコーディネートに取り入れやすい。だから後で着こなし解説しますけど、コーディネートの幅も広いんですよ。黒シャツは意外ですね。黒シャツって言ってもスミクロっていうんですかね、真っ黒じゃないしリネン素材で全然重くないんですよ。はい、まずはラルフローレンのデニム BD シャツからですね。アメトラっぽいシャツなんですけど、休日なんでもっとラフに着崩したい。例えばこんなカーゴパンツはどうかなと。このデニシャツポロマークが効いているんですが、ポケットもないですし、すっきりしたデザインなんですよ。だからパンツのカーゴポケットのデザイン要素が効いてくるかなと。はい、ラルフローレンのデニム BD シャツをカーゴパンツで着こなしてみました。デニムシャツとカーゴの合わせは王道のアメカジのコーディネートですが、デニムシャツが品のあるボタンダウンタイプなので大人アメカジに仕上がっているかなと。あとデニムもカーゴのオリーブもくすんだ色ですよね。なのでインナーやシューズで白を刺して抜け感を出してます。これで全体がクリーンな印象になってますよね。
次にギローバー×フォルテラのホワイトのボタンダウンシャツ着こなしを考えていきたいなと。白 BD シャツなんですが、この肉厚な洗いざらしたオックスフォードの生地感は断然カジュアル向き。例えばこんなデニムも合いますし、もちろん無骨なカーゴパンツでも合う。でこのシャツ肉厚で男っぽいんですが、やっぱりギローバー製ということでカッティングが綺麗で、着た時にフィット感が良くてすごく着心地がいいんですね。なのでパンツはレイニングチャンプのテックパンツを合わせて快適性を追求するのもありかなと。でシューズはこれも意外性のあるナイキのエアフォースワン。ストリート感のあるシューズをベーシックなコーデに合わせることでいい感じの外しになるんですよ。それでもまだちょっとシンプルなんで、こういう時計を合わせるとアクセントになると思います。じゃあこれ早速着てみますね。ギローバー×フォルテラのオックスフォード白シャツにレイニングチャンプのテック系パンツを合わせました。どうですか？白シャツなんですが襟もちょっと高めで存在感があるので、1枚で着ても様になりますよね。ヴィンテージライクな白 BD とテック系パンツ、かなり意外性のある組み合わせかなと。でもデザインがシンプルなアイテム同士なので違和感はないですよね。白シャツも黒パンもデザイン要素が少ないので、スニーカーのスポーティーな感じが際立ちますよね。これコーデに合わせた時計なんですが、ブライトリングの名作ダイバーズスーパーオーシャンなんですが、カラーダイヤルがいいアクセントになってますよね。次はレミレリーフのミリタリーシャツですね。これ魚紙も効いてるし、かなり味系のアイテム。もちろんここに濃いめのデニムを合わせてもいいんですが、より爽やかに着るならこんなオフホワイトのパンツを合わせたいなと。インナーも白パンに合わせてカラーティーでもいいですし、アクセントになるボーダー T シャツでもいいかなと。じゃあこれも着てみますね。今時のミリタリーシャツをクリーンなオフホワイトのパンツで合わせたコーディネートです。白パンって爽やかすぎて、もしかしたら敬遠している大人の方もいるかもしれませんが、真っ白じゃなくてこんなベージュがかったオフホワイトなら誰でも取り入れやすいのでおすすめなんです。カーキのミリタリーシャツとも相性がいいですよね。足元もベージュ系のシューズをセレクトするとさらに大人っぽくスタイリングできます。はい、最後はスタンドカラーのリネンシャツですね。これも肩が落ちていて身幅の広いシルエットですが、ブラックなんで意外と何でも合わせやすい。その上今時感をシルエットやこのスタンドカラーのデザインで演出できるのでおすすめなんですよね。ということで今回は皆さんが1本はお持ちであろう色落ちしたデニムに合わせたいなと思います。この黒シャツのおかげで定番のデニムが新鮮な着こなしになるんですよね。では早速着てみます。はい、レミレリーフのスタンドカラーの黒リネンシャツを皆さんがお持ちのベーシックなデニムに合わせた着こなしです。ブルーデニムに白スニーカー、超定番の着こなしですよね。でもこの黒いスタンドカラーのリネンシャツを1枚取り入れるだけで今時感を演出できます。休日のシャツ選び、どんなところがポイントですかね？まず裾をパンツから出して着たいので、一つは着丈の短いものを選ぶ。あと基本ベーシックなものがいいんですが、シルエットやディテールで遊び心を少しだけ足す。この2つが大人の休日シャツ選びにはポイントになると思います。ということで今回紹介したアイテムの詳細やプライスは概要欄をチェックしてください。はい、今回の動画いかがだったでしょうか？このチャンネルは雑誌サファリが運営しています。サファリの発売は毎月25日ですので、ぜひチェックをお願いします。あと動画の高評価ボタン、登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。